ジョージ・ホサト・タケイ・アルトマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの、俳優である。日系アメリカ人2世、宇宙大作戦から始まる、スター・トレックシリーズのヒカルスー・ルー役が有名。ジョージ・タケイは1937年4月20日、ロサンゼルスで不動産業を営む、山梨県生まれで、アメリカ移民の父・タケクマノーマン・タケイと、カリフォルニア州生まれで、 日系二世の母、文子エミリーとの間に生まれた。三人兄弟の長男である。母方の祖父母は、広島県からの移民。父が親栄派であったために、ジョージ六世の名前から、ジョージと名付けた。母方のおばは、2017年に、ノーベル平和賞を受賞した平和活動家のサーロー、節子。平和な日々を送る一家に天気が訪れたのは1941年の、 日米海戦からである。タケ井一家は1942年大統領令9066号によりアーカンソー州ロワー,ー強制収容所へ強制収容されることになる。過酷な日々を送っていた一家は今度はタケ井の父がアメリカ政府に対する忠誠心の調査、忠誠登録で忠誠を拒否したためにカリフォルニア州テュールレーク強制収容所へ送られた。 トゥールレイクは、反米主義者とみなされたものが多く送られた場所で、一種の隔離収容所であった。1945年8月の終戦後も、トゥールレイクだけは翌年まで閉鎖されなかった。広島市への原子爆弾投下が行われたその日、武井は抑留キャンプの中におり、希望を失うほどの悲しみに打ちひしがれたという。武井の母の姉妹と、その5歳の子供の遺体は、 広島市内の運河に浮かんでおり、爆発によってほとんど見分けのつかないほどの火傷を負っていたという。武井の母の家族は開戦直前、アメリカ国内から広島に向かって帰国していたので、母は広島にいる姉妹や親戚の安否を確かめようとヒステリックになったという。武井一家は3年余りにわたる苦難の生活から解放された後、武井の生まれ故郷ロサンゼルスへと帰郷する。 片道ギップと政府から支給された25ドルしかなかった家族はロサンゼルスのスラムに住まざるを得なかったがそこでクリーニング店を始めその後軌道に乗る。竹江は1956年建築学専攻でカリフォルニア大学バークレー校に入学するが在学中に俳優の夢を持っていたために1958年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校に編入。 演劇学学士と大学院で演劇学習士を取得する。1960年にリチャード・バートン主演の北海の果ての出演がきっかけで俳優としての知名度を高めていくこととなる。1966年自身の看板作品となるスター・トレックシリーズにおいて番組のプロデューサー、ジーン・ロッテンベリーの発案でヒカル・スールを演じることになり一層知名度を高める。 当時のアメリカのテレビ界において、アジア系俳優が主要な役を与えられるのは初めてで、あった。政治の世界にも興味を示し、1972年には民主党大統領大会の公式代表になったほか、翌1973年にはロサンゼルス市議会の議員に立候補し落選している。 1987年には日系人として初めてハリウッドのウォーク・オブ・フェームに名前を残している。1995年、当時大統領を務めていたビル・クリントンから指名を受け、日米文化教育交流会議の承認を受けたプログラムを運営する日米友好基金の理事を務める。2004年11月には今までの功績を称えられ朝日賞受賞を授与された。 俳優業の傍ら日系市民協会に積極的に参加するなど日系アメリカ人の社会的地位向上にも大きく寄与している。ロサンゼルスにある全米日系人博物館では1984年から現在に至るまでメンバーとして参加。2002年及び2003年には理事会の会長を務めている。日系人の関わる行事には必ず出席しており、その誠実で真摯。 気さくな人柄は日本人のみならず世界の多くの人に親しまれている。2005年には自助伝である星に向かっての翻訳版が日本でも出版された。これまでも数多く来日しており、自助伝の出版記念で来日した際には京都と神田にある三聖堂本店でサイン会を行ったり、世界 SF 大会のファン交流のためにパシフィコ横浜を訪れたりしている。また、 母が広島出身の関係で広島の親戚のもとも訪れた。2011年に起きた東日本大震災の際にはツイッターなどでアメリカ国内はもちろん世界へ向けても支援を呼びかけた。動画配信なども行い英語と日本語を交えてメッセージを発信したほかメディアへ出演して日本への思いも語っている。2012年、竹井は 自身の遺産的作品と語るミュージカル、アリージャンスに主演した。この作品は、第二次世界大戦時の日系人の強制収容に関連した自身の経験をもとにしている。カリフォルニア州サンディエゴにあるオールドグローブ劇場で上演された。2015年11月8日、ブロードウェイで上演された。2016年、第15回アンフォゲッタブル柄のアイコンアワードを受賞。 2018年、ハーベイ・ワインスタインへの告発以降、有名人に対する性的暴行告発が次々となされる中、タケイもまた性的暴行告発を受けたが、次々と告発者証言の矛盾が明らかになり、後に告発者は自分の主張を否定した。タケイは継続して自身の潔白を強調しつつ、近年のハリウッドにおける、 セクシャルハラスメントや性的暴行の告発行為の大切さを強調した。スタートレック1969年1月10日、オンエアエピソードの一幕。シカゴのゲイレズビアンパレードにて2005年10月26日に発売されたロサンゼルスのゲイレズビアンのコミュニティ誌、フロンティアズにて自身が同性愛者であるとカミングアウトした。 パートナーであるブラッド・アルトマンとは20年来の付き合いであり、2008年5月に婚約を発表し、9月14日、ロサンゼルスの全米日系人博物館で挙式した。自らゲイであると公表した、主な理由として、同性愛について、社会的な議論を喚起したい巻き起こしたいからと述べた。また、日系人収容所に収容されたが、ゆえの体験から、 自分の人種と性的思考について、恥の意識を持ちながら育ったと述べたが、同性愛者への偏見は、人種差別と同じだとし、アメリカの価値観に反していると語っている。冷戦のただ中に制作され不動の人気を誇った、スタートレックは、当時の白人中心主義的なハリウッドにおいて、多様性を反映し、アフリカ系女性、アジア系、ロシア系を含む、 画期的な配役でスタートした。しかし、竹井が長い間カミングアウトできなかった背景として、当時、スタートレックで黒人と白人のキスシーンを使ったところ、異人主観結婚を規制する州法すら存在した南部の諸州では、放送ができなかったため、大きく視聴率が低下したことに言及し、根強いホモフォビアがある社会で、俳優の道を歩むためには、 ゲ系であることを隠すしかなかった、と述べている。竹井の SNS は2018年4月の時点で1000万人を超えるフォロワーを持ち、日系人あるいはアジア系アメリカ人としてだけではなく、LGBTQ を代弁する声として多くの人々に語りかけてきた。現在、竹井はカミングアウトプロジェクトのスポークスパーソンを務めている。2016年2月28日、 第88回アカデミー賞受賞式の内容に、アジア系の差別を含むものがあったとして、竹井や著名な映画監督、アンディーランが正式に抗議文を公開し、主催側が謝罪した。2018年6月、トランプ大統領のゼロトラレンス政策は、対戦中の差別政策と同じであると強く批判した。6月には、法輪ポリシー氏に寄稿し、 国境での親子隔離政策に関し、少なくとも日系アメリカ人の強制収容では、私や他の子供たちが両親から強制的に引き離され、泣き叫びながら母の腕からもぎ取られるなどということはなかったと、トランプの政策を強く批判し、共感を呼んだ。2019年9月29日に開催された、トランプ大統領とジョー・バイデン大統領候補の 1> 第1回テレビ討論会において、トランプが、ヘイトグループとして知られる、白人史上主義団体プラウドボーイズに、下がって待機せよと言及した件に対し、タケイはヘイトではなく、愛において、プライドを持つという意味において、ブラッドと私は、誇りあるボーイズです。法的に結婚してからは12年が経ちますと写真を投稿し、それを契機として、多くの LGBT カップルが、 クラウドボーイズのハッシュタグでホモフォビアのヘイトに愛で抗議するカップル写真を投稿した。ありがとうございます。